お元気ですか？浜野誠です。今日演奏する曲はカシオペアという曲です。この曲は2000年代の後半くらいに、当時銀座のライブハウスで演奏していた頃、客席にいらっしゃった二戸人会の会長さんからお声掛けいただいたことがきっかけとなっています。銀座のライブハウスでは当時愛と誠というユニットで演奏していました。ピアノ弾き語りの相原龍太くんという、シンガーソングライターと一緒にユニットを組んで、相原の愛と誠で愛と誠という、ユニットで演奏してたんですが、ライブが終わった後、会長さんが楽屋に来てくださって、君たち演奏すごく良かったよ、今度都内で二戸人会という、総会があって、でその合間に余興の時間があるんだと。余興の時間には毎回いろんなミュージシャンを呼んでるんだけれども、次回ぜひ愛と誠来てくれないかい、なんていうふうに、お声掛けをいただいて、二人で相談してですね、相談する間もないですね、嬉しい、もう本当にありがとうございますと、ぜひ伺いますというふうにお返事しました。二戸人会の日程までは幾日か時間がありましたので、新曲を作ろうということになりました。いろいろ調べてみるとですね、岩手県のその二戸市を含む5つの市町村が、カシオペア連邦という、連合体を作ってミニ独立国ですとこう宣言をしてですね、その5つの市町村が協力し合って、地域振興とか観光促進とか地域の活性化のために活動しているというふうに書かれてました。なんでカシオペアなのかなと思いましたら、その5つの市町村というのが、当時上坊寺町、一戸町、二戸市、九戸村、軽米町という5つの市町村なんですが、その所在地を地図上に点で表して、それを線で結ぶとちょうど W の形になるっていうんですね。 W といえばカシオペア座、夜空に浮かぶカシオペア座から取ってカシオペア連邦と名付けたということだそうです。もともと星座とか星が好きな僕としては、もうこのカシオペアにピンときてですね、よし、タイトルはカシオペアにしようというふうに作った、思い出があります。東京で総会があるっていうことは、東京にも二戸市出身の方がいっぱい住んでいらっしゃるということですよね。まあふるさと岩手にね、出身地があって、そして東京で働いていたり長く東京に住んでいたりする方々もいらっしゃるんだろうなと思ってですね、ふるさとのことを思ったり、ふるさとにいらっしゃるかけがえのない大切な人や縁のある方々のことを、思いながら東京で住んでいる、そんな二戸の方々の、ことを想像したら、なんか曲がわーっと湧いてきました。皆さんの中にもですね、いろんな地域出身の方もいらっしゃるでしょうし、長期滞在した思い出の町がある方もいらっしゃると思います。でそこに、いらっしゃる様々な、大切なかけがえのない方々、そして、思い出の人なんていうのが、いるんじゃないかなというふうに思います。この曲を聴きながら、思い出しながらですね、想像して、曲を聴いてくださると嬉しいです。では聴いてください、カシオペア。何があったか、何
ない瞳を見ればわかるから、涙にじんで見上げた空、優しく光るカシオペア。Yeah.